中学生の頃、俺は横浜に住んでたんだけど、親父が教会の神父やってたの。神父にしては結構ざっくばらんな性格で、結構人気もあったんだ。まあ、俺なんて信心深い方じゃないし、一家の決まり事といえば、食事の前に軽く祈るくらい。んで、割と平穏な日々が続いてた。ある日、姉貴がアンティークショップでファッション雑誌くらいの大きさの古書を買ってきたんだ。この姉貴が結構なオカルトマニアで、その手のものに目がないわけ。何か買ってくるたびに親父は、聖職者の娘がこんな趣味に走って、シャレにもならん、というようなことを愚痴ってたんだ。中には数点、結構やばいものもあったらしく、親父が、これは今すぐ返してこい、処分しろ、と注意することもたびたびあった。今回買ってきたものも、どうやら洋書のオカルトめいた本らしかったんだ。早速買ってきたその夜、俺と姉貴で、悪魔を呼び出す方法、ってのをやってたんだ。30分くらいやってたかな。特に何も起こらなかったので、今日試して二人でテレビでも見ることにした。そして夜になり、家に親父が帰ってきた。開口一番。なんだこの獣の匂いは、犬でも連れ込んだのか？そう言うと、姉貴の部屋から匂いがすると言って、部屋に入るなりその幼少を見つけた。栄子、ちょっと来い。親父はすごい剣幕で怒鳴り、姉貴と俺は急いで姉貴の部屋へ向かった。栄子、お前、これがどんなものかわかってるのか？いや、ただの高齢術の本でしょう？バカ野郎。この本のカバーは本物の人皮だし、書いてあることは全部邪悪な黒魔術だ。いいか、ただの黒魔術の本なら大して害はないが、これはおそらくアンチキリストの教団か人物かが、本気で呪いを込めて作った本だ。普通人皮なんて本当に使おうなんて思う奴は、滅多にいるもんじゃない？すぐに処分する。そう言うと親父は、本を取り上げて家から少し離れた教会へと戻っていった。1時間ほどして親父は家に戻ってきた。獣の匂いがまだ消えてない。お前ら、まさか本に書いてあることを何かやったか。姉貴がしぶしぶ白状すると、親父の平手打ちが飛んだ。親父の暴力は初めて見た。オカルトにはまるのは別にいい。だが自分が実行してどうする？お前は賢い子だから、知識を得るだけで満足できる子だと思っていたが。そう言うと親父は、泣く姉貴に、明日、ビースケ、俺の名前、と一緒に教会に来なさい、と言ってその日の話はそれで終わった。その夜のこと、トイレに起きた俺がぼーっとしてると、誰かが家の中を歩き回る音が聞こえた。親父か姉貴だろと思い対して気にしなかったんだけど、玄関のチャイムが鳴った。3回。夜中の3時過ぎだ。こんな時間に訪ねてくる人なんていない。俺は玄関に見に行ったんだけど、誰もいない。部屋に戻ろうとすると、今度はトイレの内側から3回ノックの音が、すぐさま調べたが、誰も入ってない。今度は台所から、という乾いた音が3回。さすがに怖くなってきたところ、親父が2階から降りてきた。悪魔は、3という数字を好んで使う。心配するな。まだ侵入段階だから、制圧段階に移る前に。親父の言葉を遮るかのように、2階の姉貴の部屋から絶叫が聞こえた。俺と親父は急いで姉の部屋へと駆け上がった。姉がいた。一瞬、何なのかよくわからなかった。姉貴のような、姉貴のようでないものが、いた。姉貴はベッドに座ってこちらを見ていたが、何かがおかしかった。数秒経って気がついたんだけど、目が全部黒目だった。舌を出していた。長すぎる。わけのわからない言葉でわめき散らしていた。侵入段階をこんなに早く終えて制圧段階に移行するなんて。
ビースケ。エイコを今すぐ教会に連れて行くから手を貸せ。親父の命令で俺は、姉貴が暴れて傷つかないように手足を縛り、姉貴を担いで車庫に置いてあるランクルへと急いだ。車内でも姉貴は暴れに暴れ、取り押さえるのがやっとだった。運転する親父に俺が、取り憑かれたの？と聞くと、そうだ、と言い、叫んでるこれ、何を？と聞くと、正確なことは言えんが実中ハック、ヘブライ語、と答えた。教会に向かう途中、ランクルで3回黒猫を引いた。信号が青になったばかりなのに、すぐ赤に変わったりした。3回エンストした。親父は冷静に運転し、なんとか教会に着いた。暴れ回る姉を、教会の椅子に縛り付け、親父は奥の部屋からいろいろな道具を持ってきた。まさか映画とかでやってるような悪魔払いやんの？やったことあんの？一度だけある。成功したの？その時一人じゃなかったんで、うまくいったと思う。俺に、手伝えることは？人間の霊じゃないんだから、迂闊なことはするな。英子の後ろに立ってろ。もし万が一ロープを引きちぎったりしたらすぐ押さえつけろ。そう言うと親父は、よく映画で見るような、父と子と精霊の、的なことを読み上げて、姉貴に聖水を振りかけたりしていた。聖水が顔にかかるたびに、姉貴はすごい形相で吠え、あの女が承諾するからいけないんだ。あいつが死んだりしなければ俺たちは王になれたんだ。などと叫んでいたらしい。30分ほど経っただろうか。ふと姉貴が我に返ったように。お父さん、助けて。と叫ぶようになった。俺が姉貴に近づいて話しかけようとすると。エクソシズムの最中に、悪魔に話しかけるな。英子かもしれんし、悪魔かもしれん。無視しろ。と親父が注意した。そして、親父は必死に悪魔の名前を聞き出そうとしていた。名前がわかれば、悪魔の力が激減するらしい。親父も俺もびっしり汗をかいていた。姉の口からは糞尿の匂いがした。何時の名を名乗れ。せいなんとか。うろ覚えの名において命ずる。何時の名を名乗れ。親父が、聖遺物のキリストが死後包まれた布の断片、親父も本物かどうかは知らんと言ってたが、効果があったので聖なる物には間違いないかも、お姉貴の額に押し付けた途端、黒目の姉が椅子をロープごと引きちぎって叫んだ。お前らは8月に死ぬ。それと同時に、教会の窓という窓が、と、鳴り出した。何かと思ってみたら、窓の外にカラスがぎっしり、くちばしで窓をつついていた。この真夜中にカラスが一斉に行動するなんてありえない。さすがに限界だった俺は、多分眠るように気絶したんだと思う。絶対に死ぬんだ。お前らは、お前らは、お前らは。気がついたのは深夜の緊急病院。どうやら姉は脱臼してたので、あの後すぐに親父が病院に連れて行ったらしい。俺は軽い貧血と診断されたようだ。姉貴についてた奴はどっか消えたの？ああ、今のところはな。また、来る？来るかもしれんし、来ないかもしれん。あっちの世界に時間軸はないから。8月に死ぬなんて、怖くない？思ったより短時間で済んだんで、そんなに強い悪魔じゃなかったんだと思う。下級な奴のつまらん捨て台詞だ。気にすんな。結局のところ、悪魔って何なの？わからん。わからんが、ああいうのがいることは確かだ。一つお前に言っておく。今回はまだ憑依の途中だったんで、英子の人格がまだ残ってたからうまくいった。将来お前が神父になるとは思わんが、もしも完全憑依された奴に出会ったら、その時は。その時は？逃げろ。その後、姉貴にも俺にも変わった様子もなく、8月に家族の誰も死ぬこともなく、2
普通に暮らしていた。3年前、できちゃった結婚で姉貴が結婚した。その子供の体に666の刻印が。なんてオチはないが、3歳になった息子が先日妙なことを言ったのだという。ママ、海に行くのは、やめようね。